5ヶ月目も引き続き横向きでのトレーニングとなっております。先月よりもかなり強度がアップしているので、皆さん頑張っていきましょう。それでは早速トレーニングを行っていきます。まず右肘が右肩の真下になるように横向きの体勢になっていただいて、肩から膝までは一直線です。両膝は重ねるように膝は90度にします。左手は耳に添えて、膝と肘を支点に体を持ち上げます。この時に体がくの字になったり、逆に腰が反ってしまったりしないように、頭から膝まで一直線を目指します。この体勢がキープできたら、ここから左足を真上にダウンです。アップダウン。動作中も体がくの字になったり、お腹の力が抜けて腰が反ったりしてしまわないということにも注意しましょう。この種目は下側のお尻は安定させるために筋肉が働きます。そして上側のお尻は動かす働きで筋肉を使います。なのでこの種目に関しては、下側のお尻そして上側のお尻両方のお尻に効いてくるのがベストです。この動作を1、2、3、4、1、2、3、4、4カウントと4カウントで上下に動かしながら15回行っていきます。終わったら反対側も同じく15回頑張りましょう。